ひろゆき嫌い、朝倉未来にボコボコにされちまえ、オラ。多分無理じゃないですかね。朝倉未来さんが僕をボコボコにしたら、多分社会的に抹殺されちゃうと思うんですよね。要はその格闘技の試合で格闘家同士でボコボコにしたとしても社会的には許されるんですけど、僕ただの40代のおっさんじゃないですか。あの格闘経験者が40代のおっさんをボコボコにして病院送りにしたら、多分警察に逮捕されるし、僕も面白いから普通に刑事裁判にしちゃうと思うんですよね。で刑務所に行くか、まあ、執行猶予だと思うので、そうすると社会的にはなかなか厳しいんじゃないかなと思うので、なので朝倉未来さんが僕をボコボコにするパターンって、多分僕がやってもいいですよって言わない限りは難しいんじゃないかなと思うんですけど。